第5位、阿川佐和子、聞く力。プライベートにビジネスに、相槌の打ち方から会話のツボまで、阿川流聞く心得が詰まっています。第4位、増野俊明、禅が教えてくれる美しい人を作る所作の基本。所作を磨くと心も体も人生も輝く、美しく生きる知恵が詰まった本です。第3位、パナソニックの選択。消滅の危機に瀕した巨大企業に残された唯一の選択肢とは。全ての経営者、そしてサラリーマン必読の本です。第2位、村岡美香、吉澤誠、カー君と森の仲間たち。星ガラスのカーは森の仲間に支えられて生きている。命の尊さが伝わってくる絵本です。第1位、渡辺和子、置かれた場所で咲きなさい。人はどんな場所でも幸せを見つけられる。悩みに対する心の持ちようを変えてくれる一冊です。以上、紀伊國屋書店総合ランキングでした。